お疲れ様です。それではね、今年最後の週間予定、カレンダーを見ていこうと思います。52週目になりますね。12月23日から12月30日ということで、もう31日はね、もうありません。そして実質的にはもうこの最後の週、52週目なんですけども、トレードには向きませんのでね、本当にちょっと観察するぐらいになると思います。で、あれでしたらね、もう全く見ずに、全くトレードを考えずに、FX の基礎を固めるために年末年始使ってもらってもいいんじゃないかなと思います。年始もですね、2日から3日、4日、5日とあるわけですけども、おおむね9日、ね、2週目から始まると思っていただければと思います。もちろん私の方から発信はしますけども、まあトレードをね、やっていこうと思ったら、まあ3日とか4日とかやるもんじゃないですからね。はい、そのような形で、前提をお話しておきます。さあ、それでは指標はどのように動いていくでしょうか。12月24日日曜日が明けて月曜日ですけども、まずは時間は不定期ですけども、植田総裁の発言が何かあるそうですね。こちらの方も特に前回と変わらないと思いますんでね、このままスルーしていきましょう。月曜日、時間帯がもうほとんど決まってないものばかりです。14時に何かちょびっとありますけども、このぐらいですかね。それから火曜日になりまして、火曜日も休場休場が並びますね。ほとんどトレードには向かないよということですね。はい。日本市場8時30分にちょっとした発表があります。ただそれだけです。アメリカも材料としては弱いと。そして水曜日ですけども、ご覧のように本当にね、材料2個だけというね、日米以外の市場はもうほとんど閉まっちゃってるんで、あまり盛んじゃないですね。その代わり暗号通貨の方に資金が寄るかもしれません。こちらの方ではね、そちらの暗号通貨の市場への言及は、まあ、控えておきますけどもね。はい。そして木曜日ですけども、木曜日も、日曜日から続いた4日間ほとんど動きがないという形になります。まあ、ですんでね、これ相場の方も動いてるのか動いてないのか分かんないようなまま木曜日まで来ちゃうんじゃないかなと思いますね。どうですか？今までトレードできていた時にやっぱり勇気を持ってやっておかないと、できない時ってこういうふうに出てきますからね。私もね、こうやってトレードずっとやっててね、まあ、怖いなって感じるのが、値動きがなくて手も足も出ない時ですよ。どう頑張っても1円も叩き出せませんからね。で、52週目、今見ている週ですけども、ほとんど打つ手がないんですよね。はい。そして金曜日見ていきましょうか。このような形です。12月30日はご覧のようにもう終わりということになります。最後が23時45分、シカゴ購買部境界景気指数ということですね。はい。特に言うことありません。目立った材料何もありませんので、ギッタンバッタンと揺れることもないでしょう。で、本来ならテクニカルが動きやすいというふうな評価をできるんですけども、テクニカルすらあんまりチャートの方には現れてきませんからね。で、それは51週目でも確認したと思いますけども、もうね、手の打ちようがないっていうふうなのがね、本当のところですね。まあ、ご覧のようにやりますので、本当にこう、気楽に最後は見ちゃってください。私の方も毎日放送はしますけども、ただ1日にね、今までみたいに5回も6回も追加放送はできなくなると思います。まあ、せいぜいね、少なくて1回、多くて2回から3回ぐらいだと思っておいてください。はい。じゃあ材料の方は以上のような形になります。